ここからは気になる話題をピックアップする特集のコーナーです。10月1日2日の2日間、 J-COM プレゼンツ大分サイクルフェス2022が開催されました。はい、大分市内で行われたロードレースということで、当日は大変盛り上がりました。こちらご覧ください。今年も開催、 J-COM プレゼンツ大分サイクルフェス2022です。イエーイ。もう秋晴れの爽やかな天気のもと行われています。この大会はですね、このように選手と観客との距離が近いというのが特徴でして、あと大分駅すぐそばの市街地で行われるレースっていうのは全国的にも珍しいんです。初日となります今日はですね、大分憩いの道広場周辺の1周1キロを周回するクリテリウムレースが行われます。今年は3年ぶりに海外勢も参戦、国際ロードレースが大分駅すぐそばで繰り広げられました。地元スパークル大分レーシングチームの真穂崎選手、右から2番目ですね、は今年退団を発表し、この試合が大分のチームとして出場する最後のホーム戦となります。はい、まあ、ホームチームとして出る、まあ、最後のレースになると思うので、しっかりと優勝して、優秀の美といいますか、まあ、このチームにでしっかりと勝つところを見せれればいいなと思います。どんな風に戦いたいですか？そうですね、今日はでも僕よりかは、このコースで勝っている選手が2人いるので、その澤田と佐谷選手の2人の、優勝を僕がアシストできればなと思うので。レースの前には一般の方が誰でも参加できる市民自転車パレードが行われまして、参加してきました。パレードに参加したの？はい。さあ、実際のクリテリウムのコースを走ってます。私たちの前の方にはプロの方もいて、なかなかこうやってプロの方と一緒に走る機会ってないですよね。果たしちゃう市長です。え、申し訳ないなと一緒に走って嬉しいわ。ありがとうございます。去年優勝されました小野寺麗選手が前を通り過ぎていきました。いつもレースで観戦している選手とこうやって一緒に走られるっていうのはかなり感動しました。マンセボ選手、この方はですね、去年の優勝者の方なんです。すごい。さらに、そうなんです。さらにこうやって沿道の皆さんが応援してくれるっていうのも嬉しかったです。有名選手みたいになってる。さあ、いよいよ始まりました。そしてこのプロのロードレースがスタートしました。どうですかこのスピード感。こんなに密集して走るんや。はい、そうなんですよ。すごいなこれ。目にも止まらない速さで、なんとですね、トップスピードは60キロを超えるそうなんです。はい、そして近くにいると、はい、自転車のマシン音と、あと選手が通り過ぎるときに風を感じるんです。すごいな。はい、本当にすごく近くで見れるんだね。そうなんです。間近で感じられるっていうのがクリテリウムレースの魅力となっています。まあ、さらにこうやって大分駅のすぐ近く、うん、中心市街地で行われるっていうのがシチュエーション的にもかっこいいですよね。確かにね。はい、この駅も新しいし、うん、なんか本当になんか別世界みたいな感じ。そうですよね。本当にかっこいいレースがこのように行われました。平均速度も40キロ以上と。このままずっとなんだ。そうなんです。ずっと高スピードを維持されてます。そしてレースの展開自体はですね、はい、うん、最終周回に入るまでこの選手の方が一人独走状態だったんです。はい、この状態ね、後ろついてきてないぐらい。はい、ですが、もう最終回でこのようにトップ選手の皆さん、うん、後ろの集団がついてきて、その間にトップの選手がまさかの落車をしてしまいまして、その時第2集団の前方で展開していたスパークル大分の選手と赤の宇都宮ブリッツェの選手、一騎打ちの戦いとなりまして、青がじゃあ、そう、地元大分の選手です。そして最後は最後はその地元の意地を見せつけて、スパークル大分レーシングチームの澤田選手が優勝しました。会場は大盛り上がりでした。本当ね、うん、ホームゲームなわけですね。そうですね。さあ、見事優勝されましたスパークル大分レーシングチームの澤田選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。イエーイ。やっ
ぱこの声援っていうのは力になりましたか。やっぱりこのコース前にも勝ってるってこともあって得意意識はあったんですけど、もういつも以上にやっぱり応援がすごい多くて、もう本当に力が100倍って感じでしたね。特に先日は孫崎選手の退団が発表されました、はい、やはり他のレースとは違った思いがあったんでしょうか。そうですね、実はあの前回 の JCL のコーチの前に僕は聞いて、あ、絶対に勝ってほしいと思って前回も走ったんですけど、今回はあのやっぱいつもアシストしてくれる大輝さんのためにも勝ちたいという思いもあって。そして2日目に行われたのが大分アーバンクラシック。1周 11.6 キロのコースを13周するというおよそ150キロのレースです。そうなんです、熱戦の末チーム右京の選手がこのように見事優勝されました。さあこれから今年初めて開催される2時間遠流量が始まります。実際私も少しだけあの走らせていただいて、で走っている皆さんの声をですね聞いてみたいなと思います。いやー、2時間遠流量、ご覧のようにあの小さいお子さんからあの明らかにガチで走ってるなというような方までたくさんいらっしゃいますが、どんな感じになるでしょうか。楽しみです。大分サイクルフェスで今年初めて行われたのが2時間遠流量という2時間耐久レースです。はい、さっきまでプロのレーサーが走っていた道の一部を通るコースになってまして、誰でも参加することができます。はい、私も参加してきました。いろんな人に話聞きながらゆるく走る予定だったんですけど、めっちゃ速い、みんな全然追いつかない速いね、すごいね、2年生ぐらいきつくないの、すごいな、よし、ついてきます。頑張れ、いやいや無理、めっちゃハード、びっくりした、ちょっとあの緩やかに楽しくお話ししながら走る感じかと思いました。皆さん早い、レベルが高かった。それがちょっともうこのまま走ってても先頭集団の様子は映せないので、ちょっとここで待ち伏せをしまして先頭集団の様子を撮ってみたいと思います。まだここに来て1分も経ってないんじゃないかな、はい、もう来ました、おー、やばれー、早っ、早いんだやばれ、やばれー、早っ、やばれ、早いな、はいや、これこれでも2時間走るんです。ここ坂、ここ坂ないよ、うん、あ、じゃあ変態のコーチです、はい、後ろのバイクに乗ってるのがいいな、バイクのコーチでした。バイクいいな、いやすごいすごい、ありがとうございます。こうやって見てると平坦に見えるけど、これも登ったり坂です。やっぱ人の後ろにつくと楽です。やっぱ違うんだ、全然こかずにしていくわけない、これ風なのかな、楽なんですよ、来た来た、中にはこういう平平族が来た、平平族っていうそうか、ホームの前のここか、いや結構な坂道よね。そうなんです、なんとか追いつけまして、後ろ楽なとこ応援も、応援も取られた、そう、私のために横取りされたアトモちゃんドリンクが、はい、前の方に取られましたと言いつつね、はい、優しく返してくれました。あ、おとなしい、言葉しゃべれなくなってこれもずっと坂道なんです。これ2時間って大変だな。そうなんです、本当ですね、すごいな。はい、ということで私はですね1時間30分でリタイアしまして、はい、あと30分だったら、いや、あと30分だけやんって思うでしょ、はい、もうそれが長いんですもうこの坂走りたくないなって感じちゃうぐらい走ってみーと、そうそうそう、でもそのエンデューロのいいところは、はい、まあ、自分は遅くても速い人と一緒に走れる、はいはい、抜かされていくんですけどね、で、あの周りの人が応援してくれるんですよ。これだからこれも周回なんだ。そうなんです、同じところをぐるぐる1周4キロのコースを回るんですけど、うんうんうん、とても応援してくれて、まあ、途中あの、ね、水分補給をしようとしてくれる方まで現れるほど、はい、とても声援が聞こえるっていうのもかなり魅力となってます。はい、なんかプロの選手と同じ気持ちになれるというかね、うん、そうですよね、まあ、今年初めて行われたということで、うん、ぜひ皆さん来年はチャレンジしてみてはいかがでしょうか。竹尾さんも、ともみちゃんも
2時間ちょっと頑張ってよ。2時間、はい、2時間頑張ります。これでも速さ関係ないやったら俺も2時間頑張る。あ、2時間、あ、速さ関係ないですよ。でしょ、はい、え、言いましたね、はい、言いました。皆さん聞きましたか、2時間竹雄さんのエンデュロ出られる。あの、いいですか、電動自転車用意してる。電動はダメなんじゃない。いや、ダメでしょ。ダメかな。いや、逆に恥ずかしいと思う。あの人坂めっちゃ速いってなるかもしれません。はい、やってみたい気はします。そうですね、はい、もうぜひ来年皆さん参加されてみてください。はい、ということで今回は10月1日2日の2日間開催されました J コンプレゼンツ大分サイクルフェス2022の話題をお伝えしました。